本当の合奏形態としてのその音楽という部分というのをお見せしたいということでございます。前にも言いましたけども、私たちのやりたいのはショーではなく、計算されたショーではなく、ライブをやりたいということで、生きた人間がこう生きた人間に対して伝えるものというのをやりたいと思いますので、ですから今回こうステージもパーッとこうシンプルにですね、やっております。まあお金がないというのが本当の話なんですけども、まあ、何しろこういう部分で、ステージの方も非常にシンプルに、ただなおかつ、シンプルなだけに、なんて言いますか、見て聞いて楽しいというだけじゃなくて、一つ我々のメンタルの部分、メンタルの部分も含めてですね、皆様の心に残せるものをお届けしたいと思ってますので、ですから、まあ、今回のコンサートはいわゆる昨今いろんな人がいろんな派手なショーをやっておりまして、ね、ですから今回は一切出物腫れ物関係ありません。特に踊り子黒人関係出てきません、ね、そういうのを聞きたい人、そういうの専門にやってる人たくさんいますので、そういうのを聞きに行っていただきたいと思います。そういうことで、私は今日の感じで、今日はまたちょっと力入ってるんですよ、私は、そういった部分で、もう本当にありがとうございます。失礼したんだよ。この間までなかったぞ。だから失礼したんだ、ついこの間。嘘だと思ってたろ。本当なんだよ。ほら、また怒ってきちゃった気分が。ちょうど1ヶ月目なんだけど、そういうことで、だから力入って捨てんだから、そういうことで、それでは、これからですね、何曲か、新旧、新しい曲、古い曲を含めまして、ポップミュージックによくあるやつの別れの新章復帰を披露いたします。